ガッシュ下町探偵団、ゲンさんです。台東区の柳橋なんだ。ここら辺ね、最近ねちょっといい感じなんだよ。あ、先に今日のテーマからいっとこう。今日は、下町直下神社シリーズ直下です。でね、プラプラとしてたらいい感じのものをいくつか発見したのよ。ここがさ、キッズ、なんか子供のためのなんかお店があったりとか、なんか洒落たワンワン幼稚園も兼ねてる整体屋さんがあったりとかで、ここをさらに歩いていくと、まあここはちょっとね、もともと大通りだからね、お店があるのは分かるんだけど、ここにちょこちょこっと寿司屋とか居酒屋とかあって、この道がね、ちょっといい感じだよ。桜堀切り、桜堀切り前紹介したかな。で、ここがなんかサンドイッチバーがされてるでしょ。で、これも居酒屋かな、美濃屋、十分屋。で、ここはチキン、焼き鳥か、焼き鳥屋があって、ほら、洒落た焼き鳥屋でしょ。暗いから見えないかな。で、ワインバーがあって、桜堀切はね結構有名です。何屋だっけ、アクセサリー屋だったっけ。で、ここのね建物がまた渋いんだよ。これ多分ずっと一緒なんだけど、こっちの胸とこっちの胸があって、それをつなげてあるような一つの建物。友禅和紙と手作りキットの店だって。そんなんだったっけ、桜堀切って。でも見た目そんな感じに見えるね。で、これ確かね歯医者さんだと思うかな。ほら、なんとなく観光地っぽい顔してるんだ。みんな入ってくじゃん。違うか、患者か。こんな感じ、良くない？で、ここを過ぎると、JR の高架下だね。こういう建物は古いよね。まあ、おお、びっくりだな。なんか神社紹介よりちょっとここら辺一角の町紹介になっちゃったかな。ガード下をくぐると、はい、これなんですけど、あ、横にゴミ箱あるね。神様の横結構ゴミ箱あるんだよね。ほら、あれ神社じゃねえか、お寺か、お地蔵様。可愛い感じで良くない？こんなの見つけちゃいました。お寺かな、お地蔵様だからな。まあ一応直下です。直下に登録しちゃいます。
柳橋一丁目のお地蔵様ということで、簡単ですけど今日はこんなところで、これでいいのだ。